それでは3分で分かる福祉対策循環器静脈血栓症編を解説させていただきます。今回問題は B 問題26問。症例は54歳の女性の方で、呼吸困難ということで、その診断を求める問題になります。3日前に手術を、地球的手術を 行われている方で、その術、えー、後に突然呼吸困難感が出てきまして、持続するということでした。頻、えー、脈を認めていて、血圧は保たれていて、呼吸回数は多くて、サチュレーションは低下しています。えー、呼吸用に以上は認めていません。というふうな、えー、とキーワードをもとに今回の診断を考えますと、まず、 異物を飲んだような病歴が全くありまんので、まずは異物、軌道異物に関しては否定的かなと思います。また、えー、呼吸用に異常を認めないということからは、えー、気管支喘息や、えー、急性左心不全、そして特発性肺炎症といった肺疾患も否定的かなというところになりますと、診断としてはこの D が、えー、正しいんじゃないかなというふうに思います。この肺血栓側栓症に関して、えー、少しだけ解説をします。 肺血栓側潜症は左の図のように足に血栓ができてしまってそれが肺の方に流れていきまして肺動脈にも側潜、えー、を起こしてしまう病,病態を示します、えー、右の CT のように、えー、肺の動脈にこのような黒い、えー、低吸収の、えー、血栓を認めているというふうな画像、えー、所見が典型的です、えー、こういった病態の場合は、えー 病歴問題として、術後の安静が症、まあ、それ以外の安静が症でもいいんですけれども、その後に呼吸困難感が出現するということで、えー、っと頭に浮かべていただく疾患かなと思います。こういった病気を、えー、まず疑うには、足の症状や息切れ症状、共通などを、えー、メルクマルしていただけるといいと思います。また、採血検査では D ダイマーが高い、そして疑った場合には、下肢静脈栄光や CT 検査を行います。 そして治療としては抗玉療法。そして、まあそもそも予防としては、術後の早期の微小や積極的な運動え。男性ストッキング、フットポンプ、抗玉療法が挙げられます。痛みや息切れ以外の症状にも様々ありまして、例えば足の腫れであるとか、右のような肺動脈側線に関しては、失神、外傷といった症状もえ挙げられています。足の痛みがあった場合にどういう 流れで検査をしていくかということに関しては、このウェルズスコアというものを現在は使うようになっています。特にすべ、まあ、ての項目を振るのは大変なんですけれども、まあ、こういったスコアを使って、えー、怪しい方に関しては検査を、そしてそこに D ダイマーを測定するということを含,むあの含まれていくるということを、えー、お示ししておきます。まあ、治療に関しては、ワーファリンやエドキサバン、リバロキサバン、アキキサバンといった工業、工療法での治療を行うのが現在一般的になっています。 予防に関しては先ほど示した通り、まあ、リスク高い方は特に男性ストッキングや間欠的な空気圧迫法、フットポンプですね、これと工業力療法を組み合わせて行っていきます。以上になります。